さて、続いては新コーナー、生駒歴史探訪をお送りします。今回から毎月15日放送分にシリーズで生駒市文化財保護審議会会長今城義則さんの案内で生駒の歴史を探っていきます。1回目は生駒谷の七森信仰です。ではご覧ください。今城さん、こんにちは。こんにちは。今回私もこちらの今城さんの書かれた生駒谷の七森信仰を読ませていただいたんですけれども、生駒にはたくさんの森があって、その森には神様が宿ると伝えられていたようですね。そうですね。いつの頃からかということはね、はっきりわからないけれども、ずいぶん昔からそれぞれの村に森さんがあって、そしてそこは非常に村の中の神聖な場所だということでね、木の枝を切ったりしたら大変な恐ろしい罰が当たるというような信仰がね、古くから伝えられてたということですね。日本の神様というのは木に宿ってたり、大きな岩に宿ってたり、山に宿ってたり、至る所に神様が宿っておったという信仰が日本の一番古い信仰だと思うんですよ。で、その一つにやっぱり森にも神様が宿っているというふうに信じられていたというふうに思いますね。ご承知のように青山台というところは昔の萩原村と有里村の地域の一部が青山台として開発されているんですけれども、その萩原というところに伝わっております森さんを見学をして、そしてそこでこの森にこういうお話が伝えられておるということを、この後ご案内をさせてもらいたいと思います。今から皆さんが現地に向かうそうなので、私もご一緒したいと思います。で、ここが九万八千の森、資料に書いておきましたけど、九万八千森さんというのは恐ろしい、近づいたらいかん、木を切ったらいかんと言うんですけど、その恐ろしいたたりのある場所だけれども、また逆に村の周りにあって、そういう悪いものが入ってこのように守ってくださってるんだというふうに信じられていました。尾瀬には森さんがあるから流行り病が昔から流行ったことない、うちの村には森さんがあるから雷が落ちへんねんというふうに、ほんま時々落ちるんですけどね、そういうふうに言って、信じておられる。今日は今城さんのお話を聞いてみていかがでしたか？本を読んでるとね、本当にそんな信仰って本当にあったのかなと思いましたけど、実際ね、歩いてみると、本当にそう、昔の人ってそういうところをしっかり信仰してあったのかなと思いましたね。なんか非常に興味深かったですね。いつも見られてる風景が、なんとなく見てる風景が、ああいう、まあね、信仰に根付いたものだとか、まあ、いろんな歴史説話があるということでね、非常に興味深かったです。小学校のところとか中学校のところの森なんかは、子どもたち小さい時なんかもね、よく通学なんかの時は見てたんですけどね、それがこういう七森信仰の場所だっていうのは初めて知りました。森という昔から神と崇められてきたものが今でもその姿を残してるんですね。そうね、生駒市内はね、随分都市化されて、
もう残念ながら姿を消した森さんもねたくさんあるけれども、今日回った萩原なんかはやはり非常に土地の人がそういった森を大事にして、次の世代にも伝えていかないためということで、昔の雰囲気をね、そこそこ残して伝えていただいていることは大変ありがたいことだと思います。こういう古くから伝わる言い伝えなどが次の世代にも伝わっていくといいですよね。何気なく見ている池や山、そして森にも数々の歴史があります。皆さんの身近な場所にも様々な物語が残されているかもしれませんね。さてここで生駒市消防本部から住宅用火災警報器設置についてのお知らせです。生駒市では消防法と生駒市火災予防条例により6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。火災に素早く気づくことができればいち早く避難することができ、命が助かる可能性は高くなります。大切な命を守るために設置が義務付けられている寝室と階段などに煙式の警報器を設置しましょう。住宅用火災警報器は防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンターなどで購入できます。詳しくは最寄りの消防本部または消防署へお気軽にご相談ください。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-9100 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。